皆さんこんにちは、明けましておめでとうございますと言ってももうかなり日数当たってしまいました。実は年が明けてからちょっと体調を崩していたり、仕事が忙しかったりでなかなか撮影することができませんでした。申し訳ないです。ということで、また少しずつですけれどね、マリオメーカー始めていきたいと思いますので、今年もお付き合いいただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。最初のコースはこちらからいきましょう。新年一発目、クッパーパーキャッスル、パーパーって書いてあります。クリア率 21% ぐらいで、実は1回クリアしているんですけれど、鍵を取ってゴールできなかったんですね。なので今回は赤コインを揃えて裏ルートか何か隠しルートをゴールを目指してやっていきたいと思います。クッパーパーキャッスルやっていきましょう。ここまず上からね、ドッスンさんがキノコ落としてくれるんで、あ、そうそうそう、タックマンさんのコースというと最近スピランばっかりだったんですけどね。やばいやばい、あ、何やってるんだろう。やばいな、やっぱりマリオメーカーの感がかなり鈍っちゃってますね。で、タックマンさんのコースというとスピランが多いんですけれど、今回は珍しく普通のアクションコースになってます。よいしょ、いきなり見つけちゃったここだ、ここ、前回クリアした時には私行かなかったんで間違いない。あ、そうなんです、アクコインが1枚足りなかったんです。完全にこっちの話になっちゃってますけどね。で、右側にパーパー書いてあります。扉お邪魔いたしましょう。で、残りの赤コインどこにあったかな、忘れちゃったな。戻った方がいいんだっけな、戻る必要ないかな。あれ、さっきのところか。じゃあ大丈夫ですね。さだまさし、しまった。これ上に登る必要があるんじゃないか、確かそうだったような気がする。あ、どっかでメット脱がしてくれないかな。このよし、ファイヤーに当たってメットを脱いで上に登りましょう。このトゲメットはタックマンさんの罠ですね、多分ね。あれ被ってもマジハテナブロックを叩けないから赤コインが取れない。で、こいつらは別にスルーでいいんです。はい、で、あ、やばい、まあいいや。はいはいはい、これでなんとか赤コインを取ってのゴールの仕方が分かりました。上に登って、でもこれじゃベストタイムはもう取れないな、しょうがないか。こいつ倒しちゃうか、邪魔だから。デカマリオなんでゴリゴリでいけるんで、ほい、あ、取れなかった、ちくしょう、これはまた失敗かな。あれ、キノコ取ってくるか。よし、大きい方がやっぱり何かと安心安全でございます。 OK、 通れた。で、ここも上に行きましょう。上に行けるはず、どっかのタイミングでね。よーし、さらまさしということで、これで鍵取れましたね。あ、やばいやばいやばい、コインのせいで、あ、うそー、なんであんなところで当たるんだ、くそ。よし、あれ、あー、そっか、鍵取ってから死んだからなくなっちゃうんだ。赤コインまた最初から集めないと。あ、で、なんでやり直すじゃなくてコースから出るを選ぶんでしょうかね。はい、私順当にこのコースのクリア率を下げております。よし、なんだっけ、今度はメットを、トゲゾウのメットを被らないように気をつけていけばいいか。ファイヤーはトッピーですよね。よし、これで扉にお邪魔しますからの中間を取ったら上に登って赤コインを取りましょう。そして、なんだっけ、こいつらを一掃して、あ、ここ難しいな。ファイヤーでスピンで倒しちゃわないかな、怖いな。やっぱり普通のキノコの状態の方がいいか。ファイヤーで倒しちゃったらもう進めないですし、
わお、ここが一番難しいですかね、このコースで。それほどでもないんだけど、よし、苦手な人には苦手だと思います。私は苦手です。ダッピーです。はい、行きます。ほい、おー、しまきった。で、上に登ってこの先の赤コインを取りましょう。で、まさかこの先でやられる下手くそなんているわけがないですよね。こんなところでやられたら目も当てられませんので、よし、これでお邪魔します。前回私ここに入れなかったんですよね。マント、ということは裏ルート。はいはいはい、あ、やばい、これはなんか降ってくると思ったけど、そういうわけじゃなかったか。あれ、今なんかダメージ食らった。あ、食らってないか、気のせいか。よーし、スターを取ってゴールできない、スターを取ってゴールできないスタイル。よーし、今度こそ取る。オッケー。はい、というわけで新年一発目のコースですね、タックマンさんのスタンダードなお城のコースクリアさせていただきました。赤扉ルートですね。ベストタイムどのぐらいだったかな。隠しルート行ったにもかかわらずタイム更新ありがとうございました。これは新年から演技がいいぞ。ということで次のコースやっていきましょう。はい、お待たせしました。次、オルゴールスピラン剣の舞。上手に走って綺麗に奏でよう。このコースも1回クリアしてるんですけどね、なかなか面白いコースだったのでもう一度遊んでみたいと思います。いつもおなじみ草花さん、オルゴールスピラン剣の舞。スピランコースでうまく走ると綺麗に、今のは説明のためにわざとやられましたよ。うまく走ると音が綺麗に流れます。今のもわざとですよ。綺麗にあのスピランでね走っていくとうまく音が流れるような作りになっています。今のところは普通にミスりました。忘れてました、スピンジャンプだね。スピンジャンプじゃ届かないね、こっちはね。はい、というわけで草花さん剣の舞、うまく奏でることができましたでしょうか。草花さんご批評お願いいたします。それにしても2回目のクリアの割にはかなり手こずってしまった。意外と忘れちゃってましたね。ありがとうございました。はい、続いてはやっぱりこちらも私の動画ではおなじみの朝川さんのコースですね。1-11、いくつまであるんだよ、1-○○が。カオスバネの○○添え、1画面全自動オートということでやっていきたいと思います。サムネにカオスって書いてあります。さて、どんなコースになっているんでしょうか。全自動カオスだ、これはカオスだ。教授がなんか、これ本当にゴールできんの。あ、ゴールした。え、
タイムアップ？え？お、すげえ。どうなってんの今のこれ。いやー、カオスすぎてわけがわからないけど、すげえ面白かったかもしれない。カオスだ。これ以上のカオスはなかなかない。いいねー。ということで、新年まず3コース遊ばせていただきました。タックマンさん、クソパナさん、浅川さん、いつもの私の定番の方々ですね。今年もどうかコース提供していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、今日のマリオメーカー久しぶりなんですけれど、これで終わりにいたしたいと思います。また遊びに来てください。どうかよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。